シュトモシチャンネル。こんにちは、慶明学園中学校高等学校数学科の大沼美月です。これから適性検査 C の問題解説を始めます。よろしくお願いします。まずはじめに考え方のポイントをご説明します。情報を獲得する、再現する、特徴的な部分に注目する、順序立てて道筋を捉える、調べる、この5点に注目しながら次の問題を解いていきましょう。まず四角一番を解く前に、会話文から情報を獲得し、この箱の仕組みについて整理していきたいと思います。まず箱 A について、会話文の先生の発言より、A に整数を入れると入れた数を2倍した数が出てきます。ということで、もし1を入れた場合、 A の箱を通ると2が出てくるということになります。また箱 B についてですが、 B に整数を入れると入れた数に3を足した数が出てくると書かれていますので、9を入れると B の箱を通ってプラス3され12が出てくることになります。また2つ目の特徴ですが、 A と B の箱を複数個横1列につなぐことができます。 A、B、A のようにつなげるとかける2プラス3かける2となり、5を入れるとかける2されて10プラス3で13、13かける2で最終的に26が出てくることになります。この時に注意しなければならないことは、箱の順番に計算をするということです。それでは問題1、丸1から解説を始めます。A、B、A とつないだ箱に4を入れた場合に出てくる数、また30が出てくる場合に入れる数がそれぞれ何になるかという問題です。まず4を入れた場合出てくる数が何になるかから考えていきます。このように4を入れると、先ほど説明した通り A、B、A の順番に計算をしていきます。4×2 で8、8プラス3で11、11×2 で最終的に出てくる数は22となりますので、答え A は22となります。続いて30が出てくる場合について考えていきます。こちらは逆向きに考えていきますので、かける2の部分は割る2、プラス3の部分はマイナス3、最後も割る2と計算していくと最初の数が出てくることがわかります。ということで計算をしていくと、答えは E が6になります。それでは問題1、丸2に進みます。丸2ですが、 A、B、A とつないだ箱に数を入れた場合、次の数のうち1以上のどんな数を入れても出てこない数を1つ選んで記号で答えなさい。またその数が出てこない理由も説明しなさいというものです。こちらを図にして説明していきます。最終的にかける2を入れていることから、この出てくる数は偶数になることがわかります。ということで、あ、い、う、おはすべて偶数になりますので、奇数の63が出てこない数ということになります。文章でまとめます。答えは A で、理由としては、入れた整数を四角と置くと ABA の計算は四角 ×2 プラス3 ×2 となるため、最後に2をかけるので
必ず偶数が出てくるから奇数は出てこないというのが理由になります。ここで注目してほしいポイントは括弧四角かける2プラス3というところです。四角かける2プラス3かける2ではダメな理由はわかるでしょうか。こちらがこの問題の難しいところで、先ほど言った通り箱の順番に計算していくとこのように書いてしまいがちですが、こうしてしまうと掛け算を先に計算しなくてはならないため、計算の順番が違ってしまうところに必ず注目してください。それでは問題2の解説に移ります。1番、 A2 個と B1 個の箱のつなぎ方は ABA を含めて全部で何通りあるかという問題です。こちらはすべて書き出してみるとわかります。 BAA、ABA、AAB の3通りあるので、答えは3とすぐに答えが出てきます。それでは丸2番です。丸1番のつなぎ方で10を入れたときに出てくる数のうち最も大きい数は何ですか。そのつなぎ方と出てくる数をそれぞれ求めなさい。また答えとともに式や考え方も書きなさいという問題です。まず BAA から考えていきます。 BAA ですとプラス3かける2かける2と計算することになりますので、10を入れたときに52が出てきます。続いて ABA について考えていきます。 ABA を入れるとかける2プラス3かける2と計算することになりますので、10を入れたときに46が出てきます。最後に AAB とつなげます。そうするとかける2かける2プラス3となりますので、出てくる答えは43です。ということで最も大きくなるのは BAA の52だということがわかります。答えはこちらです。先ほどの答えを解説していきます。丸1より A2 個と B1 個のつなぎ方は AAB、ABA、BAA の3通りです。それぞれの場合を式に書き起こすとこのようになります。よって最も数が大きくなるつなぎ方は BAA の52となります。続いて問題3の解説をします。丸1番、 A と B のうち使わない種類の箱があっても良いことにすると、4個の箱を1列につなぐ場合、箱をつなぐつなぎ方は全部で何通りあるかという問題です。こちらはすべて書き出していくのが良いかと思います。その際にポイントもありますので、よく注意してください。すべて書き出すとこのようになります。この時に先ほど言った並べるポイントとしましては、辞書のように並べることです。こうすることで漏れなく書き出すことができます。例えば2段目で言うと B の位置を一番最初から1個ずつずらしていくと辞書のように並べることができます。このようにすることで漏れを防ぐことができますので、皆さんも試してみてください。ということで答えはすべて数えてみると16通りということがわかります。丸2番です。先ほど丸1のつなぎ方で1を入れたときに出てくる数のうち最も大きい数と最も小さい数を求めなさいという問題です。丸1で出たつなぎ方は16通りありました。これをすべて計算する、そして出てくる
数の大きさを比べるというのは少し大変なような気がします。それではまず、どのような順に並べれば出てくる数が大きくなるのかというのを考えていきましょう。例えば、A の箱に1を入れたとすると、2倍されて2が出てきます。B の箱に入れるとプラス3されて4が出てきます。この時に大きくなるのは、B の箱に入れた場合です。このように出てくる数を大きくするには、常に数が大きくなるような箱を選んで並べていくことがわかります。また小さくするときには、常に数が小さくなる方を選んでいきましょう。それでは最も大きい数を求めていきます。先ほど言った通り、一つの箱ですと B に入れると大きくなりますので、こちらを残していきます。はじめは B の箱を置きます。2個目の箱を選んでいきます。先ほど出てきた4を A と B に入れていきます。するとそれぞれ8と7という数字が出てきます。ということで、2個目に選ぶべき箱は A ということになります。その後も A を選んだ方が大きくなることがわかりますので、最も大きい数につながるつなぎ方は B、A、A、A ということになります。答えは32です。それでは最も小さい数を求めていきます。一つ目の箱は A を選ぶと小さくなります。今出てきた2を二つ目の箱に入れていきます。 A と B それぞれに入れると4と5が出てくるので、 A を選んだ方が小さくなることがわかります。この後も同様に選んでいくと、その後は B を選んだ方が数が小さくなることがわかりますので、最も小さい数になるつなぎ方は A、A、B、B となり、計算すると10になります。それでは問題4の解説をしていきます。何個かの箱を横一列に並べて1を入れた場合について考えていきます。ただし箱は2個以上使い、1種類の箱だけつないでも良いこととします。この時出てくる数のうち2以上で10以下の数をすべて答えなさいという問題です。問題3の丸により、4個つなげると10以上の数が出てくることがわかります。先ほど最も小さい数が10でした。つまり箱を2個か3個つなげる場合を考えるということです。文章中に箱は2個以上使うと書かれていることに注意してください。それではまず箱を2個つなげる場合について考えていきます。2個つなげる場合のつなぎ方は AA、AB、BA、BB の4通りになります。それぞれ出てくる数を考えていきます。 AA に1を入れると4が出てきます。 AB に1を入れると5が出てきます。 BA に1を入れると8が出てきます。最後に BB に1を入れると7が出てきます。ここで出てきた4つの数かける2、これは A の箱を3つ目につけるということです。もしくはプラス3、これは B の箱を3つ目につけるということです。そうすることで3個の箱をつなげた場合の数が出てきます。結果、
答えは4、5、7、8、10となります。10は 5×2 から出てきた数です。最後に考え方のポイントを復習します。まずは文章から情報を獲得する、それを再現する。今回で言いますと、特徴的な部分としては箱を順番に並べた上でその順番で計算するというところかなと思います。4つ目、順序立てて道筋を捉える。最後に調べる。この5つのポイントを考えながら問題を解いていきましょう。これで適正問題 C の解説を終わります。ありがとうございました。慶明学園中学校高等学校の広報室長の山田と申します。本校の適性検査型入試について説明をいたします。本校はまず試験実施日2月1日5日の2回、そして試験科目は適性検査1、適性検査2、各45分、出題形式については立川国際、それから南多摩に準じた問題を出題いたします。また特待制度があります。特待制度につきましては入学金免除、それから入学金および1年時の授業料免除、この2つがございます。2月1日の適性検査型入試1回目につきまして、受付時間は8時30分から9時、試験時間は9時15分から11時15分となっております。合格発表は試験当日の21時になっております。なお、フィードバックの方を行います。フィードバックに関しましては未来コンパスにご登録いただいたメールアドレスへ、翌日の午前中までにお送りいたします。なお、入学手続きにつきましては都立の発表日の翌日までお待ちしております。適性検査型2回目につきまして、試験日は2月の5日、受付時間は1日と同じく8時30分から9時、試験時間は9時15分から11時15分、そして合格発表は試験日の同日21時に行います。なお、フィードバックについては行いません。入学手続きにつきましては1日同様に都立の合格発表までお待ちいたします。また本校では適性検査型入試の体験を行います。11月26日そして1月13日こちらの方で適性1、適性2、本校の問題を使用して各45分、本番と同じ形式で行います。なお、フィードバックの方も行います。お申し込みはウェブの方からお願いいたします。最後に SNS についてご案内いたします。本校 Facebook、Instagram、LINE の方、こちらの方を行っております。 Facebook と Instagram につきましては学校の情報、学校の教育活動、様子などをこちら閲覧できますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。 LINE につきましては説明会、その他イベントについてご案内をしておりますので、こちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。